塩原たすけと、愛は、青の銅像、塩原たすけ一大記とは、歌舞伎の演目の一つ。全六幕。明治25年1月、東京歌舞伎座にて初演。三代目、川竹新七の作。初代、三遊亭窓川沙が講演した同盟の話を、舞台化したもの。ここは、上州大原村の茶店、旅の者や、近在の者が茶を飲むなどして休んでいる。 そこに、やはり近在の百姓塩原格衛門が通りかかった。ちょうど茶店の主九兵衛も馬を引いて戻ったところで、格衛門は九兵衛に、これから、田畑とする土地を買いに行くのだと話す。だがその時茶店で休んでいた、行商人が土地を買うために、格衛門が持っていた大枚の金包みに目をつけていた。格衛門は峠を越えようと山道を急ぐ。そこへ、 各衛門の後をつけて声をかけてきたのは先ほど茶店で、休んでいた行商人であった。行商人は、岸田右内といい、元は武家暴行をして、今は旅の行商で見過ぎをするものであった。その右内の話すところによれば、右内が使えていた侍は現在浪人しているが、昨日尋ねると、五十両の金があれば、再び士官が叶うのだという。自分には、 そんな大金を用意する才覚もなく、どうしたものかと思っていたところ、最前角右衛門が、まいそうな金を持っている様子を見た。そこでその金を借りたいと頼みに来たというのである。しかし、角右衛門がそれを信用するはずもなく、大方こいつは山賊だろうと疑う。右内は、土下座して、必死に頼むが、角右衛門は、右内を殴りつけののしって、足下にするので、 ついに右内は怒って、自分の脇差しを抜いた。さすがに、角右衛門もびっくりしてその場を逃げ出し、右内は後を追ってゆく。右内は刀も捨て、角右衛門を追いかけてなおも金を貸してくれるよう頼むが、角右衛門はやはり取り合わない。そのうち、双方も見合いとなり、角右衛門が盗賊だ人殺しだと叫ぶ。と、銃声が響き、右内が倒れた。右内が撃たれて倒れるところに、 鉄砲を持った漁師がやってきた。漁師は盗賊だ人殺しだという角右衛門の声を聞き、また争う様子を遠くで見て、右内を鉄砲で撃ったのだった。だがこの漁師とは、右内が使えていた、塩原角右衛門という侍で、五十両という金は、この角右衛門のために欲していたものだったのである。弾末魔の右内の口から司祭を聞いた、角右衛門は、右内を憐れみ、 ふったのを許してくれと詫びたが、右内は、生きたえる。そこへ、角衛門の妻沖代が、八つになるせがれ、助けの手を引いて現れた。角衛門の帰りが遅いので案じて、迎えに来たのだったが、右内のありさまを見て驚く。沖代は、右内が訪れた時に自分が五十両の金があればと、つい口を滑らせたからこんなことになったのだと嘆くので、あった。角衛門もこの場の様子を、 不憫がり、同性同盟なのも何かの縁と、自分が持っていた五十両の金を格衛門に渡そうと、した。格衛門は、辞退するが、では何かと引き換えにしようと、格衛門は言う。その結果、その場に連れていた八つの助けを格衛門の養子に、することになり、お清は嘆きつつも、格衛門は金を受け取るのだった。そして、それから、十五年の月日が流れた。 塩原角江門は、在所では知られた王白将であったが、すでに高いし、その後を、養子の助けが継いでいる。角江門は後添えにオカメという女を迎えており、その連れ子である娘のオエーは、助けと夫婦になっていた。しかし、角江門が死んだ後は、オカメもオエも、自堕落のし放題、沼田の城の藩士である、花丹次とそのせがれの丹次郎を家に引き入れて、 昼間から酒を飲んだり、シャミを弾いたりしている。鹿のみならずお亀は、ニ次と密通し、またお堺も、これもこともあろうに、停止持ちでありながら、丹次郎と密通していたのだった。今日もニ次と丹三郎は、日の高いうちから、塩原の家に来ている。おえいは、本来停止の助けを嫌い、丹三郎と所体を持ちたがっていた。そこでお亀たちは助けに言いがかりをつけ、 おえいを離縁しろと言うが、助けは死んだ父ちかくえもんの遺言によって分かれるわけにはいかないと突っぱねるので、おかめは怒って持っていたキセルで助けをぶち据える。そこへ現れたのは親戚である文家のたざえもん。たざえもんは普段から耳にするおかめたちの様子にたまりかね、意見しに来たのだった。おかめたちはたざえもんにやり込められ、とりあえず離縁の話は引っ込めるしかなかった。 その後、助けは林村まで麦を届けるために出かけていき、多ザ門も帰っていった。だが、おカたちはなおも邪魔な助けを今行く、道の途中で殺してしまおうとの悪だ組を重ねるのだった。助けは麦を、相場の青に背負わせたのを、無事届け、もはや日も暮れ暗い帰り道を歩む。ところが、青がいきなり、その歩みを止めた。助けがいくら引いても動かないので困っていたところ、 そこに同じ村の百姓公衛門のせがれ炎次郎が通りかかる。炎次郎に手綱を持たせて引くと青は歩み、助けが再び持って引くと動かない。助けはいた方なく、青炎次郎に引いてもらい、自分は炎次郎の二を担いでいくことにした。炎次郎は青と共に先に道を行く。だが、青を引いて道を行く炎次郎の脇腹を何者かが竹槍でいきなりついた。それは、 原ん次であった。ジ次郎は倒れる。ん次は止めを刺そうとするがンが来る気配にその場を逃げ去った。ん次は暗い中、青を引いていたジ次郎を助けと勘違いしたのである。そこへやってきた助けは血だらけになったジ次郎の様子にびっくりする。ジ次郎はこれはおそらく丘めたちの仕業だろうとそれとなく言い,い、今夜のうちにもこの土地から逃げるよう言い残し鍛えた。 タスケは、エンジロの死を悲しんだが、その遺言に従ってこの地を離れる決心をした。しかし青は、連れて行けないので、タスケは、近くの松の木に尋ねを祝える。実は青は15年前、カクエモンがキ兵衛から買った馬で、タスケと同時に、塩原家に来たのだった。それからタスケは青を可愛がり面倒を見、荷を負わせてもいたわりつつ引いてきた。 長年一緒にいた相葉との別れにタスケは涙するが、青の方もタスケの袖を加えて引き止めようとする。あまりの辛さに泣き伏すも、やがてタスケは思い切ってその場を走り去るのだった。塩原家の馬部屋の近くに魚屋が来て干物を下ろしている。京子の家に婚礼があって、その用意のためであったか。それは、おかめたちがタスケが家でして、行方を立ったのを良いことに、 おええと丹三郎の修言をすることにしたのである。そんな死儀に中儀者の下男の五十八は行き通っていた。馬部屋にはあの青が戻されて入れられている。塩原家の奥座敷では、おかめや、に次、名主総右衛門も同席する前で、おええと丹三郎が今しも修言の逆を交わそうとしていた。そこへ、多沢衛門が乗り込み、 助けの行方をよく詮索しようともせず、文家の自分に断りもない、この祝言は承知できないと抗議する。おかめと日月がなだめようとするも、多財門は聞く耳を持たない。やがて争ううちに、表からけたたましく、太鼓や竹ぼらの音が聞こえてきた。これは、日頃からおかめたちのことを憎む村人たちが、塩原の家から叩き出そうと攻め寄せてくる合図であった。 おかめたちは驚いてその場を立ちのこうとする。逃げようとする、丹三郎を A を58が捕まえようとするが、丹三郎が刀を抜いたので58は、馬屋の中に逃げ込む。それを追って、切りつけようとするはずみに、青を繋いでいた手綱が切れると青は暴れ出し、なんと丹三郎と A を噛み殺した。逃げようとする、に次とおかめは、丹三郎と A の死骸を見てびっくりするが、そこへ、 青が、なおもに次たちに襲いかかろうとするので二次は青を、切り殺し、家に火をつけておかめと共にその場を逃れるのだった。それから二年ほどが過ぎた。上州横堀村の地蔵堂には、妙岳という、年老いた兄が住み、道を守っていた。大雪の降る中、道を行く男女の二人連れがその地蔵堂にたどり着く。女は懐に赤子を抱えていたが、それは、原ん次とおかめであった。 二人は、塩原の家から逃げる時に金を持ち去り家に火をつけた罪とがで追われており、その潜伏の途中でオカメは、三次の子を産み落としていた。江戸へ逃げていくつもりの二人はこの大雪に難従し、人よの宿をこの地蔵堂に求めたのだった。ところがその道を守る妙だけをよく見るとその昔、おえーを門明かしたまたたびオカドという女。おえは結局回り回ってお亀の元に戻ったものの、 岡目か,から、岡戸のことを聞いていたニツギは、岡戸ことみょを切ろうとする。しかしみょは、昔の悪事を食い返しにしてこの道を守っていると手をついてわびるので、ニツギと岡目もその場を収め、地蔵道に泊まることにした。だが、みょは返しんなどしてはいなかった。みょは、息子の道連れ小平という悪党とその仲間を密かに呼び寄せ、やがて、 ニツギとオカメが寝静まった自分、妙だけとコダイラが忍び入って、短次の荷物を盗もうとする。それに気づいたオカメが声を上げ、ニツギも起きて刀を抜き、コダイラと切り合いとなる。妙だけは盗んだ金を持って逃げようとするが、短次に追いつかれ、切り殺された。この時後ろから、コダイラもニツギに切りつけ、切り合いとなるうちに、ニツギはコダイラに倒される。 その場に赤子を抱えて現れた丘メも逃げ回るうちに足を滑らせ深い谷川へと親子ともども落ちていった。一方在所を逃れたあの助けはどうなったか。どうにか江戸にまで出た助けは一旦はジップである塩原角右衛門を頼ろうとしたが角右衛門は主観がかないその主君の両国である縁国の島原に行ったことを知る。いよいよ困窮した助けを助けたのは 山口や禅衛門という大棚の炭屋であった。思い詰めて、川へと見上げしようとした助けを、たまたま通りかかった禅衛門が助けたのである。それから助けは、全米の店で奉公人として働いていた。助けは働いて貯めた金を持って、故郷の沼田に帰り、塩原家を建て直すつもりだった。そんなある日のこと、助けは炭を納めに昌平橋近くにある大名、戸だけを訪れた。 その屋敷うちの藩士の住まいに墨を収めて帰ろうとすると、太その座敷にある鎧びつに目が止まる。その鎧びつには、塩原各衛門という名札がついていた。助けは驚きもしやと思うところ、その家の妻が出てきて何をしているのかと助けを正す。その妻と言葉を交わすうちに助けの思った通り、ここは、ジップ塩原各衛門の住まいであり、出てきた女は、 助けの実母お清だったのである。格クエモンは二十年の年月を経て、島原から戻り、江戸詰めとなっていたのだった。お清も驚きつつ、二十年ぶりの我が子との再会を涙して喜ぶのであった。だがその場にいた、格クエモンは、住屋の下男に、用はないとお清奥へと入らせた。実は、格クエモンは文家の田沢門に書状を送り、塩原家の、 様子を尋ねていたが、その変身に、角衛門が、すでに死去し、助けが家を継いだ者の家を出て行方知れずとなり、潮原家も火事で焼け退転したことを聞いていた。どういうわけにもせよ家を捨てそのようかを退転させるとは、言わん方なきフラチ社、元より養子として、縁を切った以上は、親でも子でもないと、角衛門は、お清の取りなしも聞かず助けを追い払おうとする。助けは、 それとなく今までの事情を語ったが、格衛門は、本心では、助けの身の上を不憫に思いつつも、なおも荒々しい様子で、少しずつでも金をためそれで、塩原家けを立て直すことこそ、誠の人というもの、それができた時その願いも、すなわち親子の対面も叶うだろうから、早く帰れという。なおも父にその顔を見せてくれるよう願う助けに、格衛門は、投げしの上の槍を取って、 助けをつこうと犠牲するので、助けは涙ながらにその場を立ち返っていく。しかしお清はもとより角衛門も見られまいと隠しつつ涙を流すのであった。そして、それからさらに数年が経った。助けは全江門のもとで懸命に働いたかいあって、本所に小さいながらも墨屋の店を開くことができた。 粉炭と言って砕けた細かい墨を計り売りする飽きないを始めたところこれが大繁盛で今日もその粉炭を担いで助けはあちこちを行商して回っている。やがていつもの茶店で助けは休むことにした。そこには近所で仲良くしている秋だる街の九八もすでにいて休んでおり、助けは九八と金のため方について茶を飲みながら話すのだった。 この茶店は大商人の藤野屋、木江門の屋敷の裏手にあったが、その藤野屋の裏口から下女が出てきて、九八に声をかけた。何でも主人の木江門が九八に用があるのだという。九八は何事だろうといぶかりながらも、下女と共に藤野屋へと入った。助けは一人残って茶を飲んでいる。とそこへ数人の女小時が、これも小連れで、 目の見えない女の小敷を捕まえて騒ぎながら出てきた。どうやらその子連れの小敷が縄張りを荒らしたと責められているらしい。助けは、子連れの女をかばい、小敷きたちに一分ずつ与えてその場を去らせた。女は助けに礼を言う。だが実はこの女こそあのお亀のなれの果て、連れている子は、腹たん次との間にできた四万太郎だった。助けは、お亀だと気づいて助けたのである。 おかめも助けてもらったのが、助けだと気づくと、その場で、土下座しこれまでのことを泣きながら、助けに詫びた。おかめは、あの、横堀村の谷にまだ赤子だった四万太郎ともども、落ちたものの、どうにか命は助かったが、その後各地をさまよいついには、盲目となり、今の身の上に落ちぶれたのだった。助けは、そのように詫びてくれればもはや恨みもない、この後自分を頼るようにと、 懐から一分を出してお亀に与えようとする。邪剣にしてすまぬことをした助けからこの上物をもらっては、と最初は辞退したお亀だったが、その心に感じて一分を受け取り、四万太郎に手を引かれてその場を去った。九八が藤野家から出てきたが、九八は助けに驚くべき話を聞かせた。それは藤野木右衛門が、その娘のお花を助けの嫁にやりたいというのである。 だが、助けは、バカバカしいと相手にしない。自分のようなものとこんな大棚のお嬢様とでは、釣り合いが取れるわけがないと、助けは九八が止めるのも聞かずに、その場を去るのだった。それから三ヶ月経った夜のこと。分担の計り売りで夜も繁盛する助けの店に、九八が助けに話があると屋主の金兵衛を連れて、訪れた。金兵衛は、九八の住まいの屋主である。 金兵衛の話によれば、実は九八はまだ一人者だがその親類に十八になる娘がいて、それが嫁のもらい手を探している。そこで、助けがその娘を今日もらって、嫁にしてはくれまいかと頼みに来たとのことである。助けは今日すぐにという話に戸惑ったが、九八の親類というのなら、自分にとっては、運相応と、その娘との結婚を承知することにした。 すると表からその場に現れたのは、藤野や木右衛門と振袖姿の娘お花。九八の親類というのはこのお花で、それでもってお花を助けの嫁にさせようとしたのだった。助けは九八に自分を騙したのだなと腹を立てるが、お花は助けの元にと継ぎたいばかりに親元を離れ、九八の幼女となって勝手仕事などの働きを仕込んでもらっていたのである。それでも助けは、 そんな振袖を着たような娘は、ここの花風に合わないから、嫁にはできないというと、お花は近くにあった薪割りで、自分の振袖のたもとを切り落とし、こちらに参れば、このような振り袖は、もう不要、一生を着ますまいと切ったたもとを助けの前に差し出した。それを見た、助けもさすがに感心して、お花を嫁にすることを承知するのだった。そこへ使用人が、 野州の吉田八江門という人から千両もの炭が川船でこの店に届けられたと知らせる。助けは以前この八江門の機能を助けたことがあり、その例に炭を届けたのであった。しかしこのままでは川がその二船に阻まれて他の船が行き来できないので、助けたちは夜通しでも荷を運ぼうと千両の炭を店に運ぶことにした。岡目は四万太郎に手を引かれながら、 きちん宿を目指していたが石につまずき、助けからもらった金を落としてしまう。四万太郎がその金を探して拾い、再び親子は歩もうとするとその後ろから、あの道連れ小平が近づき、四万太郎を川の中に蹴り込み、驚くおカメを締め殺した。小平は、おカメが大事の金を落としたというのを聞いたので、大金かと思ってその金を奪おうとしたのだった。だがそこに、 町方同心とその手先が現れ、小平と立ち回りとなり、ついに小平は捕らえられる。一方、助けの店では八右衛門から送られた墨田原を、運ぼうと助けは元より、九八や金兵衛、木衛門お花も一緒になって運んでいた。残る積み荷もあと少し、そこへ一番鶏がなく。この様子に、これで、助けも男になれやんす、と助けは喜ぶのであった。この歌舞伎の、 塩原助一代記は、初演時には五代目、小野菊五郎が助と小平の二役を兼ねていたことも、あり、客色の上で江笠の原作の筋を変え、話もかなり端折ったところがある。上のあらす筋で略したところを付け加えると、岡目は、実は、塩原角衛門の妻、お清の妹で、それが、角衛門の家来岸田右内と小田舎になって駆け落ちし、江戸の裏長屋に住む。 その後死んだとは知らず耳内の行方を探しに、まだ幼いお境を連れて自ら上州に出たが、そこでお境がまた旅を角にさらわれたり、たまたま通りかかった、角江門に助けられるなどいろいろあって、角江門のの地添えとなるのである。いわば丘めは助けにとっては、義理の母であるが、実際の血筋の上ではおばにも当たるわけである。おえも、助けのいとこということになるが、三代目。 川竹新七の脚本ではそのあたりのいきさつは、助けなどの口から語られるだけである。しかし、いずれに西横の舞台化された、塩原助け一大規も縁朝の公演と同様、お亀たちのように悪事には相応の報いが来るという、因果を法の話を加えることによって、観客の興味を深め、助けの出世話というだけでは終わらぬ内容になっていると言える。塩原助けの話については、 縁朝が講座にかけて後、この、塩原助ス一大記の前に二度舞台化されていたが、本作を上演するにあたって助スと小平の二役を、務めることになった菊五郎は、芝居者やに縁朝本人を招き、その講演を、直接聞き上州なまりや紛争についてもこと細かく、尋ね、また縁朝も初日から6日までこの芝居を見物し、菊五郎にいろと演技の上での注文を出したという。 そして、塩原助一代期は大当たりを取り、本来22日間の興行の予定を8日、延長したほどであった。興行前には、助けのような役は、菊五郎の柄に合わないだろうとも言われたが、幕が開くと、上州なまりをわざとらしくなく器用に操り、その演技は元より紛争にも気を配って、上州の百姓らしさを見せたのが評判となった。 その中でも二幕目の相馬青との別れが特に好評であったと伝わる。また一方では、助けとは正反対の役柄である悪党道連小平も見事に演じ分け、多助役に劣らぬ好評を得ている。しかしこの芝居が当時大いに受けたのは、菊五郎の芸の他にも立身出世の賞賛という明治の風潮があり、百姓の助けが、 観覧進行の末大出世するという話が、その風潮に乗って喜ばれた向きもあったようである。なお初演の時には3幕目の次に、中幕として、箱根さん蘇我初夢という蘇我の対面の芝居があり、それが、実は、道連れ小平の夢だったという幕があった。ゆえに初演当時にはこの芝居は、残されている番付にも、7幕と記されている。 この中幕は三代目新七の師匠である、川竹木網が書いたが、他に五幕目も実は木網が脚本を書いたのだと、言われる。五代目菊五郎は、その後明治三十年にも、この塩原助けを再演し、やはり好評を得たが、この時は、小平の下りは抜いて演じられた。五代目の後はその息子の六代目菊五郎が五度この助けを演じているが、六代目は五代目とは違って、 演技を写実に徹し、舞台の道具や演出に自分なりの工夫を加えて演じた。戦後は、菊五郎劇団で二代目、小野江小六が助けを演じている。ありがとうございます。